ウィルツアーの本田です。今回は福岡から台北の間を飛んでおります格安航空会社バニラエアがキャンペーンを出しておりますので、そちらのご案内をいたします。こちらですね、3名以上申し込みで 30% 割引というキャンペーンです。具体的に言いますと、例えば、お一人当たりの、往復航空券が25,000円だった場合ですね、こちらが3名以上で申し込まれた場合は一人当たり7,500円割引になるという、かなり割引率の高いですね、キャンペーンになります。もっと言えばですね、3名のお値段で4名行けるというような、受け取り方もできるということです。こちらのキャンペーンがですね、2月の28日までの申し込みとなっておりますので、もし台北に行かれる、予定ある方、あるいは、ちょっと考えたいという方はですね、お早めにお問い合わせいただきたいと思います。搭乗日のですね、対象日が3月31日から6月27日までの間の、ご利用ということになります。ご利用期間中であってもですね、すでにもうキャンペーンの対象座席が空いてない日もありますので、その場合はこう前後、見ながらですね、やっていきたいと思います。キャンペーン座席、座席数に制限がありますので、それだけご注意いただきたいと思います。やはり台北ですね、まだ、人気が続いてます。一番はやっぱり食事が美味しいということだと思います。夜市とかもありますし、中華のレストランたくさんございます。それからジブリのアニメのですね、千と千尋の神隠し、ここの舞台と言われてます9分の観光、こちら食べ歩きなんかもできますし、雰囲気も本当によくパンフレットにはノスタルジックとかいう感じで書いてありますけども、雰囲気いいです。こちらも人気ですね。で、そういう台湾行くなら、お得な生き方したいということだと思いますので、もう一度、繰り返しますけども、3名以上の申し込みで 30% 割引という航空券の、割引キャンペーンを行っております。で、申し込み期間が2月の28日までですので、お早めにお問い合わせをください。搭乗日が3月31日から6月27日までのキャンペーン座席が、空いている日ということになります。ぜひご検討ください。よろしくお願いします。